アントン・ロマコは、オーストリア・ハンガリー帝国の画家。聖火は代々チェコの高級家具職人であった。聖を、チェコ流に呼ぶと、ロマコではなく、フロマートコロマドコである。ウィーンで、フェルディナント・ゲオルク・バルト・ミュラーとカール・ラールに支持した。その後、修行のためにイタリアとスペインに行き、フランシスコ・デゴヤの影響を強く受けた。長年ローマで活躍していた。 妻に逃げられ、1876年に、ウィーンに戻ってきたが、祖国では評価されなかった。注文の多くは、時代の長寿であったハンスマカルトのもとに持ち込まれて、しまうため、ロマコにはあまり仕事が回ってこなかった。ロマコは、筆が早く、肖像画を描いて何とか生計を立てた。ロマコの最後は自然な病死だったが、自殺という噂も立った。今日では、 19世紀後半のオーストリア画家の中で最も技量に優れていたと評価されている。ロマコの肖像画はモデルの特徴を的確に捉えたものであった。ロマコの最も有名な作品はおそらくリッサ海戦のテゲトフ帝徳である。これは海戦の激しさが生々しく描かれている点で画期的であった。リッサ海戦のテゲトフ帝徳のように瞬間性とバロック的な 激しい動きを結びつけた、ロマコの絵画は、マカルトのものよりも、芸術としての長い生命を持っている。ABCDEFGHIJKL ジョンストン、P215 ハット AB 西川2008、P189 ゼルナー P580 ウィキメディアコモンズには、アントンロマコに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。